テーマなど電波を発する電子機器の使用は法律で禁じられております。機内モードなどに設定するか電源をお送りください。機内は機長室を含め全席禁煙です。電子タバコなどもご使用になれません。それではどうぞごゆっくりお過ごしください。ご利用いただきましてありがとうございます。で当便ですが現在羽田空港直上に積乱雲が発生しており、地上作業が全て停止しております。運航の見込みが立っておりません。大変申し訳ございません。でこのまま雷雲が引き続き空港周辺にある状況ですと、旭川空港の運用時間停職してしまい、着陸の許可が降りたくなる見込みでございます。従いまして当便は欠航する場合もございます。現在弊社の運航管理と問い合わせをしておりますので、詳細が決まりましたらまたご案内いたします。大変お待たせいたしたお待たせした状況に重ねまして、このような状況となっており大変申し訳ございませんが、今しばらくお待ちください。この便は欠航が決定いたしました。激しい雷雲が空港周辺、現在接近中のため地上作業ができません。皆様が降機していただくためのボーディングブリッジを接続することができない状況でございます。大変申し訳ございませんが、機内にて今しばらくお待ちください。大変ご不便をおかけいたしまして申し訳ございません。着陸後には駐機場へは移動できず、誘導路上で待機している状況でございます。着陸した航空機も降機できない状況でございます。また当便に限らず弊社全便現在同じような状況で待機している状況でございます。どうかご理解とご協力をお願い申し上げます。また他社におきましては雷の待機基準が誓っておりまして、現在は弊社の基準によりまして地上作業が止まっております。旭
されまして、ご理解とご協力をお願い申し上げます。手配するように私からも作業員にまた運行管理者に強くもリクエストしておりますので、今しばらくお待ちください。でまた地上係員がドアのところまで到着するまで抗議ができる、抗議することができません。皆様のご案内をするために、スタッフを今呼んでおります。今しばらくお待ちください。業務連絡です。客室乗務員はドアモードをディスアームドに変更して確認、相互確認してください。客室乗務員が到着するまでお座席にお付きになり、着席したままでお待ちいただけますようお願い申し上げます。また抗議が開始できるようになりましたら客室乗務員よりご案内いたします。今しばらくお待ちください。We just have to respond.
こちらの雷警報はあと20分程度、あと20分程度続く見込みとなっております。ご利用のお客様、お待たせして大変申し訳ございません。飛行機の運航確認につきましては、決定次第再度アナウンスでご案内をさせていただきます。すべての便の欠航が決定いたしました。シートベルトをもう一度お確かめください。